今日は愛知県豊川市にある、常寒山、大峰山、船付山、万頭山かな、4つぐらい山が並んでるんで、そこを登っていきたいと思います。ここは豊川市のクリーンセンター、あそこに見えるクリーンセンター横のゲートボール場ですね。ゲートボール場の駐車場をお借りして出発したいと思います。よし、じゃあ出発します。今日は暑くなるだろうな。もう今10度ぐらいかな。ゲートボール場横は桜がもうちょっとで満開かな。綺麗なとこです。あー、いい天気。新城のクリーンセンターですね。ゴミ焼却場、ヤマップのアプリだとクリーンセンターが駐車場として指定されてるんですけど、多分間違いだと思いますね。先ほどのゲートボール場が正解だと思います。あそこから上がっていきます。通れないじゃないか、これ。クリーンセンター正面ですね。ここから上がっていきます。よし、こう。こんな感じの登山道を登っていきます。もう少し、来週ぐらいだともう桜も満開かな。昨日の雨でだいぶ足元が抜かれてるんですけど、多分今日登る山はそれほど危険ではなさそうなんで、その滑っても大丈夫かなと思ってここに来ました。結構先週登らなかったんで結構来ますね、ガクッと。こんな、まあ奥三河の山の中なんで眺望はありませんね。なかなか低山でも大変ですね。お、滑るわ、やっぱり。
ずっとこんな道を登っていきます。はあ、ちょっと開けましたね。ああ、林道ですね。林道を出て、そっちからまた登っていくんだ。了解了解。いや今日本当疲れたな。もうちょっとだと思うけど、コンピラ岩のすぐ上ですね。ここが船着山です。山頂到着です。船着山で三角点タッチですね。まあ、あ、看板ここにありました。夏木山427メートル。まあ三河の山ですから眺望はないですね。わずかに向こうに景色が見えますけどないですね。船着山を後にして大峰トコサブ山に向かいたいと思います。船着山、この辺は海だったみたいで、ここは島だったらしいんですね。で、それが海が陸地になって島が山になって船着山となったらしいです。さっき通ってきたコンピラ岩、あれは神様が船をつないでたという言われがある岩だそうです。クビラ岩とはも言いますと書いてありましたね。じゃあこのままちょっと降りていきます。ここから
またアップダウンで行くのかな。ここは木漏れ日が入ってとてもいいですね。こういうところはいいですけど、足元がだいぶぬかるんでるんで、滑らないように気をつけて降りていきます。よく鳴くね。あれなんだろう。ちょっと分かりにくい分岐ですけど、トコサブ山方面はこちらに行きます。でこっちは万頭山、一度こっち戻ってきて帰りはここを通っていきますね。とりあえず大峰山、トコサブ山はこちらですのでこちらに行きます。にもひらがなでトコサブ山って書いてありますね。こちらに行きます。今日一の急登だなこれ。なかなかすごいわ。滑るし、結構急勾配ですね。もう少しで山頂っぽいですけど、なかなかこたえますね。自分の脚力、体力のなさ痛感します。これ山頂かな。ていうか山頂の名前はないのか。山っぽ的には大峰山って書いてあるんですけど、何もないですね。あ、ここに石の祠がありますね。祀られてるんだ。よし、まあ、とりあえずここは大峰山ということで、次の
万頭山からの眺望が、山っぱさんの写真を見るととてもいい感じの里山だったんで、そこが最終目標なんで、もうここもささっと降りていきます。何もありません。休憩もできません。 GoPro の電池を変えて降りていきます。ちょっと眺望があるといいんだけどな。ここも今来た道を降りてきますね。ここは先ほど通った Y の字ですね。今こちらから戻ってきて、高砂部山から戻ってきて、万頭山はこちらを降りていきます。よし、行きましょう。結構ヤマップの赤ルートではないんですけど、道はすごく広くて綺麗でさ、登ってきた道より綺麗ですよね。これ二股なんだけど、こっちかな、このまま真っ直ぐ行くような気がするんだけど、左に降りていく感じですかね。ちょっと行ってみましょう。これはでも難しいな。なんかスマホの GPS も弱いとか出るし。合ってますね。さっきの分岐は左ですね。まあ、でもこれ道は登ってきた道よりいいような気がしますね。こっちが赤じゃないのかね。今こんなとこから降りてきて、この橋を渡って登山道ですね。大体あの女性陣も4人もすごいな。さすがによくこんなとこ来るな。上りなら間違えること。あ、ごめんなさい。こんにちは。ごめんなさい。ご苦労さまです。はい。じゃあ、いいとこだね。いいとこですね。僕ら豊橋から来たけど。あ、そうですか。はい。豊橋はここは近いですよ。あ、近くはないか。近くです。はい、あ、そうですよね。はい。僕は全然高浜なんて知らない。高浜なんて知らないですよね。浜松？高浜。高浜市。高浜市から見えた。うちなの隣だね。そう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 。あ、ご存知ですか。遠いね。遠いですね。おお、すごい。はい。で、ここでお昼。
そうですね。ああ、いいとこですよ。ね。ここはいいですね。ああ。そこに特等席が作ったの。お宅のおたびに。特等席。すごいと。本当すごいですね。あ、すごいっすわ。うん、お父様が座るような。本当だ。あ、すごいっすか。じゃあこの林道をずっと降りていくのかな。はあ、今日万富山誰もいないかなと思ったんだけど、おじさん二人組がいました。独占というわけにはいかなかったですね。桜が結構綺麗ですね。ここは散歩に適してますね。あの上にも桜がありますから、ずっと桜並木を降りていきます。この辺はまだまだあと1週間もすれば満開かな。ああ、すごいいいじゃないですか。いやー、すごいすごい、もうほぼ満開だね。ここは何桜って言ったかな、上のおじさんが言ってたんだけど。いやー、すごいすごい。いやー、もう散り始めてるもんね。すごいここ綺麗ですよ、桜が。もうちょっと写真撮る人がいてもいいような気がするんだけど。へえ。いや、すごい綺麗。さっきのあそこが万灯山の展望スポットだね。いやー、これはすごいいいとこだな。ねうわぁ、すごい。もうこれ満開ね。ピンクライダーすごい。あぁ。今すれ違った人が、観光客かな。いやぁ、これはすごい。綺麗です。この辺のしだれ桜は、まだまだこれからだね。
山の林道を結構降りてきました。でこっから一般道ですね。ちょっと歩道がないじゃないですか、怖いですね。こっからクリーンセンターまでまた1キロぐらいかな、うん、クリーンセンターに戻ってきました。ノーストップですね。駐車場に戻ってきました。ああ今日ヤマップが途中で止まっちゃってたんで、どれぐらい歩いたのかちょっとわからないです。多分6時間も歩いてないかもしれないし、距離的に11キロぐらいですね。よし到着しました。お疲れ様。今日は2回尻餅、1回前のみでも転びましたね。やっぱ雨の後の山登りは気をつけないとね。じゃあ帰ります。